はい、こんにちは。コーチカウンセラーのまちゃんです。子育てでもそう、部下の育成でもそう、旦那をコントロールするっていうことでもそう、うまく相手を乗せよう、うまく相手をコントロールしようとすれば、どうすればいいか分かります？褒めればいいんですよ。人とうまくコミュニケーションが取れる、良好な人間関係を作る、これもいかに相手を褒めるかにかかってくるわけですよ。みんなそんな分かってますよね。褒めるのが最強の武器だってよく言われますよね。アドラー心理学なんかで言うと、褒めるのはいかんと、よくないなんていうことも言われますけど、まあ、それはそれでちょっと心理学的な話なので、まあ、ここでは今日はそんなややこしいことは言わない、細かいことはまあ気にしないことにしてですね、ちょっと褒めるということにフォーカスを当てたお話をしたいなと思います。褒めるってね、プラスの言葉ですよね。まさにプラスの言葉。ところがいざ人を褒めようかってなると案外難しいんです。結構難しいんですよ。じゃあね、皆さんちょっとワークをしますけど、皆さんご主人のいいところ100個言ってください。はい、どうぞ。一発で言えた方、もうブワーって言えた方、素晴らしい。せーの、いいね。すごいですね。これ言える方すごいですよ。じゃあご主人の悪いところ100個言ってみてくださいって言ったらどうですか？めちゃくちゃ次言う、もう目がめちゃペンが進むっていう方、せーの、いいね。そうなんですよね。結構こっちの方が簡単なんですよね。結構ね、欠点言ったり長所短所言ったりするのこっちだったらできるわっていう方多いんです。人は誰でも他人の長所を見つけるのって苦手なんです。逆に短所を見つけるのは得意なんです。そういう風に人間の習性ってできてるんですよね。じゃあ自分の褒め言葉言ってみて、褒めどころだどこか言ってみて。はい、どうぞ。ね、これやっぱ案外難しい。自分のことであっても自分の褒めどころ言うのって結構難しいんですよ。自分このとこがダメなのとかっていうのって割とペラペラ言えるんですけどね。皆さんね、やっぱり褒め上手になりたいと思いませんか？褒め上手になったらね、いろんなことが変わってきますよ。例えば愚痴や文句も減りますね。マイナスことが減りますから。そして人間関係が誰とでもうまくいくようになります。もうこれ間違いなし。そして考え方がポジティブになっていきます。そうなってくると引き寄せの法則が起こってくるんですね。あなたに運が回ってきます。そうなんです。やっぱりね、褒めれる人間になりたい、褒めるスキルを身につけたい。じゃあ練習してみましょう。でトレーニング方法っていうのを今日はお伝えします。どんな方法かというと、クモン式学習塾ってあるじゃないですか。クモン、イッグモンのクモンですよ。ね、クモン昔からあります。で、クモンさんがやっているものの、もう全くパクリでございます。もう許可も取っていませんけど。はい。ね、これね、これカレンダーありますね、これ、褒め言葉カレンダーっていうんですね。こういうカレンダー。まあ、A41 枚でいいです。1ヶ月分のカレンダー、書き込めるようなカレンダー、まあ、これでなくてもいいですけど、普通のカレンダー用意してください。ね、インターネットでもいくらでもダウンロードできます。ね、で、それを用意した上で、次に褒める相手を決めてください。褒める相手、例えば子供さんでもいいし、旦那さん、出てきた旦那さん、ね、旦那さん、奥さん、それから上司とか恋人とか友達とかでも結構です。自分に自信をつけたい、セルフイメージを上げたいって言うんであれば自分でも結構です。そして毎日ですね、その決めた相手の良いところ、長所をそのマス、このマスに書き込んでいくわけですね。毎日1ヶ月これを続けてください。書き方は自由です。遅刻しなかったとか、時間通り起きたとか、ピーマン食べれたとか、手を洗ったとか、おはようが言えたとか、トイレに入れたとか、ティッシュで鼻かめたとか、そんなんでいいんですよ。ごくごく日常の当たり前に思っている些細なことの方がむしろいいです。こんなくだらないこと書いてもいいの？って思うようなことほど効果があります。当たり前のことをこうすごいことだという目で着目できる思考を育てるための訓練なんです。これぞ人を見る、人の長所を見る訓練になります。これをですね、まあ、1ヶ月間続けてもらいますと、まあまあな力がついてきます。で、1ヶ月カレンダー埋めたら、第2ステージ、運試しに出かけます。道場破りみたいなつもりで、外へ出ていきましょう。第2ステージね、出かけていきます。そうすると、街にはですね、飲食店でもいいし、ショッピングセンターでもいいし、バスとか、電車の中とか、そんなんでも結構です。道行く人がいるじゃないですか。いろんな人がね、道行く人、通りすがる人、雪吊りの人たちを見つけてですね、
声かけんでいいですよ。わざわざ口に出さんでいいですよ。心の中で褒めシューティングするんです。褒めシューティング、実際に話しかけても別にまあいいですけどね、変な人と思われますから、まあ、心の中でつぶやいてください。綺麗な笑顔ですね。あ、素敵な靴履いてますね。ネクタイのカラーは素敵ですね。眉毛ピリッとしてます。若そうに見える。いくつくらいですか？20代じゃないですか、もしかして。あ、シワが少ないですね、この人。何でもいいです。笑顔最高ですね、とかでいいんですよ。この訓練によって脳が鍛えられて、脳の今までの脳との切り替えが行われるってことになるんです。例えば最近自動車買ったとするじゃないですか。まあ、ハスラーにしましょうか。ハスラー買いました。スズキのハスラーね。で、ハスラー買いました。ってなったら、まあいろいろハスラーのこと調べたりするんですよね。そんなんしよったら、最近ですね、車でこう普通に国道とか道走りによったら、こう通り、対向で通りすがる人の車を見よったら、やたらとハスラーが出てきたんですよ。で、こんなにハスラーって走ってたかな？めっちゃ気になるんやけど、めっちゃ多いんやけど、こんなに世の中ハスラーみんな乗ってんの？みたいな感じになるわけなんですよ。友達が CHR 買いました。なあ、羨ましいな、俺も CHR 乗りたかったよなとかって思ってたら、それからというもの、車走ってたら、やたらと CHR が身につくんです。白の CHR、あれ黒の CHR、あ、赤いやん、かっこええやん、あれ、とかって。こんなに走ってんの？世の中の CHR。みたいに CHR ばっかりが目に飛び込んでくるんですよ。このように脳っていうのは勝手に自分に必要な情報をチョイスして選択してキャッチするようになっているんですね。何でもかんでも脳って取り込んでるわけじゃないですよ。何でもかんでも取り込んでたらもう疲れますから、必不必要なものがこう排除していきますから、そんな中で必要なもの、この人にとって必要なものっていうのをキャッチするように脳ってできてるんです。自動的にね、すごいですよね、脳ってね。そうなんです。ですから、つまり人のいいところ、人の長所を自動的に脳がキャッチするようにプログラム化してやっておけばいいってことなんです。なので、この訓練、このカレンダーをやった褒めシューティング、この訓練を続けていければ、カレンダーで1ヶ月、シューティングで2ヶ月、約2ヶ月続ければ、2ヶ月後にはもうただ歩いていると、自動的に人の長所というのが目に飛び込んでくるようになります。1日10分、速読スキルが身につく、これもいいです。これもやってくださいね。これもとってもいい、素晴らしいんですけど、なんとこれは1日10秒で褒めるスキルが身につきます。しかも無料で。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。